維新の参議院です。今日日本維新の会の政治改革実行本部会議の準備会合があったと思うんですけれども、冒頭吉村さんもオンラインで出席をされて発言されてたかと思いますけれども、冒頭以外で何かその会議の中で、提案だったりとか何かご発言等されていたら、可能な範囲での感じでしょうか。あ、すみません、僕は冒頭 のみの、参加だったので、その後会議で発言はしてないなので、店はフルオープンだったんですね。メディアはどこまでオープンだったんですか。冒頭は冒頭で退席されてましたもんね。あれ以外は特に僕から会議の発言はないです。ちょっと会議の関連でもあると思うんですけれども、政治資金パーティーに関して、どのパーティーに関しては、個人的には取りやめるべきだというふうに、これまで何度かおっしゃっていると思うんですけれども、ただ党内にも、今後その改革執行本部会議で、議論されていくのかなとは思うんですが、党内にもいろんな意見があって、でその吉村さんの考えとして、例えばそのパーティーをやめたとき、今までそのパーティーの収入でを得ていた部分をどうやって補填していくのかとか、そういった部分で何か現状をお考えというか、何かあれですか、教えていただけますか。そういうパーティーを取りやめるとなれば、そのパーティーの得られる収入が入ってこないということになりますから、その範囲の中で活動するということになるんでしょうね。なのでトータルで考えたら、政党交付金も含めて、政党交付金をどのように使っていくのかも含めて考えていくということにはなるだろうと思います。もちろん そういう課題もあるんですけど、やはり今この自民党において政治とお金がむちゃくちゃな パーティーも使いながらむちゃくちゃな裏金を作ってというような状況になっている中で、やはりここは正していくべきだと思うし、そういう時期に僕はもう入っていると思います。古い政治のやり方というのはもうやめていくべきだと。政治家の世界 にだけ認められる特権的なものはもう全部やめるべきだと思っています。普通の民間の感覚、納税者の感覚から見てこれおかしいよねというようなものについては、もう僕は政治の世界でもやめるべきだという考え方です。例えば領収書がいらない、そんな民間にはないですから。課税されない、そんなのも民間にもないですよ。所得で入ってきて課税されないで、調和はもうザルの調和でいいと、何かが訂正すればいいと、調和をなんかこうざっくりして何枚以上だけ書けばいいとか、なんかもう民間の感覚、納税者の感覚からしたらこんなのあるのというようなことが政治の世界であるので、もうこれはもうなくしていくべき。つまり、今日の改革幹部の冒頭でも言いましたけれども、改革という以上改善ではなくてはならないし、改善伴った部分がいかんと思いますし、今あることを前提にしてちょっと微修正を加えるというようなものでも僕はダメだと思っています。なのでまずはその思想として、改革の思想、改革をする以上背景の思想が重要なんですけど、その背景となる事情とすれば、やはり、納税者の感覚、民間の感覚に基づいたとき、果たしてこれっていうのはどうなのっていうことについてはもう全部やめていくべきだとか、廃止していくべきだと僕はそういうふうに思っています。例えば政党のパーティーだって、これは企業団体献金をこれやめようということで、政党交付金というのができて、企業団体から影響を受けなくても活動ができるように、きちんと活動ができるようにということで、国民の皆様からコーヒー1杯分 のお金をいただいて、税をいただいて政党を運営するということにしたわけですから、であるならばもう政党で行う政治パーティーについても、今まではルールとしてあったかもしれないけど、これからはもうやめていこうというふうにすべきだと思いますし、じゃあそれをやらないんであれば、もう政党交付金を受けないとかね、政党交付金を受けずに、機関紙を発行して売り上げ上げたり、あるいは企業団体献金を受けたり、その代わりも政党交付金を受けないとか、政党交付金を受けている以上、やっぱりそれは
あの政党としてのパーティーっていうのはやめるべきだろうというふうには思います。でし、ただまあここはじゃあ個人のパーティーどうするのって話もある。僕はその個人の政治家としての収入って何なんだろうっていうのをやっぱりここが改革本部が立ち上がりましたから、そこもぜひ維新のメンバーには議論してもらいたいなと、まあ、今日もその会議を冒頭でました。まあ、政党ってのはさっきの話で、あの政党募金を受け入れて、あの自分たちの政治を実現する塊としてあってほしいので、政治家個人もいろんなあのお金があるわけですよね。文通費があったり、地方議員であれば政党活動費があったり、あるいはその政党交付にできる金があったり、お金があったり、でもこんなのは全部税金ですから、税金として経費として受け取るものはやっぱりこれは領収書をきちんとあの必要とする経費とするべきだと思うんです。税ですから、 税として政治活動に必要なこと、あるいは議員活動とかそういう政治家としての活動に必要なものとして認められているお金なんだから、まあ、所得じゃないということであればそれはやはり領収書をつけるのは当たり前だと、でそして生産の対象になるのも当たり前だと、その当たり前が行われていない、だからこれは当たり前のことをしていこうということです。でもちろんいろいろ政治やってると領収書がなかなかそのままでは出しにくいよねというのは あるというのも分からなくもないので、やるならば一部黒塗りにします、ね、ここだけはこういう意味で黒塗りにしますとして、でもやっぱり出して、これは元々の原資は税なんだっていう、そしてその税は政治活動をするために国民の皆さんからもらっているお金なので、領収書いらないままでずっと今まではそういう制度で、まあ、よくだったとしても、これからのことはやっぱりこれからみんなでそうやればいいわけだから、じゃこれからの制度はやっぱりそういうふうにしていきましょうというのを政治改革本部、実務会議でやればいいと、政策活動にも、まあ、領収書のいらないお金ということになってますけれども、まあ、それを前提に今まで動いてきたことがあったとしても、まあ、これからはやっぱりそれはちゃんと領収書がいるお金にしましょう、それは全ての政党でやりましょうっていうのは当たり前だと、そういうことをこれやっていけばいいと、これまではそういう制度だったかもしれないけど、これからはそういう制度に変えてやっていこうということなんで、誰かをその責任追及するわけじゃないし、これからそういうふうにしましょうと、当たり前のように変えていきましょうっていうのを僕はやるべきだろうと思ってます。もっと言うとね、これも議論してもらいたいんだけど、例えばじゃあその税金で受けるお金じゃなくて個人でやるって、民間でやる政治資金パーティーだって個人でやるのっていうのは民間の人に参加してもらってやってるわけじゃないですか、だから民間の人に参加してもらって受ける収入っていうのをどういうふうに扱うかっていうのをぜひ政治本部会議で実現議論してもらえたらなと。例えば一つの考え方ですけど、それってでも全部収入という考え方で今するのはどうなのっていうのを僕は一つとしてあり得ると思うんですよ。つまり例えばパーティーを開けばそれはそれで個人がですよ、政党の場合は政党交付金があるからそもそもやるべきかやらざるべきか、企業団体献金との関係があるんですけど、個人の場合はじゃあそれはもう やるんだったら、僕の民間の感覚だともうそれ売上なんじゃないのと、売上でしょ、売上だったらそれに対して必要な経費、あるいは政治活動をすることによっていろんな経費がある、その経費っていうのは領収書をつけて、余ったお金はもう課税対象でしょ、普通だったら所得にもよりますけど半分税金を納めるわけですが、国民の半分税金を納めてますね、自分とこに入ってくるお金は、まあ、課税対象にしたらいいんじゃないかなと。課税対象にして税のルールの中で、きちんと納税もして、そしてまあ、国税庁の対象になると、おかしなことをしていれば脱税として処罰される対象になる、ただその政治家の場合は 権力を持っている側ですから、お金を受けた先がどこなのかっていうことの透明性の議論はあると思うんですよね、収入において。じゃあそれをどこまでオープンにするのかとかっていうのはもちろんこれは議論したらいいと思うし、そこは必要なことだとは思うけれども、大枠とするならば、なんかこう今のなんか政治資金パーティーとかがあるじゃないですか、ルールが。その今ある制度を前提に考える必要はないんじゃないのっていうのを今日僕は会議ボードで申し上げたところです。今あるルールって誰が作ったのって、今の自民党が作ったルールですから、それに基づいて、ね、自民党も民主党もやってきたわけでしょ、既存の政党ずっとやってきたけど、既存の政党がやってるやり方をこれからも続ける必要はないんじゃないの、もうここまで国民と違うような扱いがされてる以上、それもやめて
まあ、納税者の感覚、民間の感覚からしておかしなところの政治とお金に関して、これはもうほぼ特権じゃないのっていうのは、もう全部特別扱いなんじゃないのっていうのは、もうやったらいいんじゃないのって、僕は思います。なので、じゃあ、あの場合はどうするの、この場合はどうするのって、いろいろ議論出てくるとは思うんですけど、最初の改革ですから、思想というのがすごく大事で、改革思想というのが。一個一個の細かな制度がなんかこう重箱を包むというのが出てくるんですよ、いろいろ制度をね、検討し始めると。でもその一個一個のことをやる前に軸となる部分の考え方っていうのがやっぱり自民党は今の制度を前提にどうするかと、今の規制したら大体その発想ですよね。公明党ですら、例えば、まあ、ニュースで出ましたけど、パーティーを20万円の公開のやつを5万円にしようかと、それも一つの考え方だけど、ちょっとやっぱり今ある政治資金パーティーの前提にして考えてますね。なので今のおそらく既存政党は今ある制度を前提にしか考えられないと思うので、維新の会とすれば、そもそも今ある制度はちょっと置いといて、民間の感覚、納税者の感覚としてはおかしな、この、まあ、ある意味特権的な特別扱いされているような政治家の部分を全部やめたらどうなの、やっぱりそっちの方に向かっていくべきじゃないの、まあ、そういう議論をぜひ医師の会の中でやってもらいたいなと思いますし、まあ、実際それやっていこうというので今日のお話をいたしました。なので、まあ、これからまた議論を重ねられるんじゃないですか。でね、まあ、これやるといや自民党とかより不利でしょうと、維新の場合は立憲民主党と違って自分がやると言ったら制度ができてなくてもやる方向で考えて実際実行している、まあ、身を切る方なんかもやってるわけで、国会議員もね、国会議員は法律通ってないけど、維新の会も国会議員やってるわけで、立憲もやってないですよね。なので、まあ、それでも立憲はいろんなことを言うけどやらない、法律が通らないんだから、でも我々そういうやり方はしないので、そうするといやもう圧倒的に不利なんじゃないですかって言うけど、僕はそうかなっていうのを思ってて、ちゃんとどこに例えば納税者の感覚とか民間の感覚で僕たちが運営していきますって、まあ、ある意味、まあ、白衣縛ってでもこっちの方向でやっていきますっていうのをねやれば、僕は多くの国民はこっち側の方がいいんじゃないの、まともなんじゃないのっていうふうに なると思うし、それが普通の感覚だと思うんです。だから自民党と同じような政治活動と同じような、なんかそこの後追いをすると、僕は自民党と対峙する野党にもなかなかこの金の分野でもならないと思うし、なのでちょっと発想を大きく転換してやった方がいいんじゃないかなと思うんです。もともとでもそれでも成り立つように政党交付金というのがあるわけだし、それぞれの政治家の、政務活動とか文書とかもあるわけだし、じゃあそれ以外にいろんな活動で収入を得るっていうのも、僕はそれ全否定してなくて、応援してくれる人たちがいて、そしてじゃあそれ寄付とかパーティーとかあれだったらそれはそれでやるけど、それもある意味所得っていう形で、まあ、国税のいわゆるその監督官のもとで、なんかルール違反したら脱税というその緊張感の中で実際に活動をして、そして政治家特有のいわゆる権力者側なので、職務の公正性とかに関することに関してはやっぱじゃあ誰から どういうふうに資金が入ってるんですかとかっていう、その細かな部分のルールは決めたらいいし、それから斡旋利得みたいになんか職務権限を使って何か悪いことをした処罰するっていうのは当然これは必要なので、そういったことは政治家特有のことをやりながらも、金のお金回りについてはもうなんかその特別ルールみたいなのをやめた方がいいんじゃないのっていうのを僕は維新の価値観として出して、自民党とぶっ込んでいた方が僕は維新の存在意味なんじゃないかなと、そう思ってますちょっと話長くなりましたけど、なのでという話をちょっとなんですけど、だからそうなってくると政党としてのパーティーっていうのは、まあ確かにパーティーの対価はやってるんですよね、実際にいろいろ食事出したりとかいろんな発信をしたりしてやるんだけれども、やっぱりその政党として組織として行うパーティーっていうのは、やっぱり企業の方も当然多くパーティー券とか買われてるわけですから、企業団体献金を禁止するために政党交付ができたんであれば、やっぱりそこは原点に立ち返ってそれはもうやめるっていう判断して、その中でじゃあ
もう受けてる政党交付金の中でどういうふうに活動しましょうかっていうのを考えていくっていうのも一つだし、政治家個人がいろんな収入源を得るんだったら、そこはここはちょっと法律あれですけども、やはりその民間とか普通の納税者の感覚の制度に大きいガラッと変えるような発想をしていった方がしていくべきだろうなと僕は思っています。なので組織活動費についてもやっぱり領収書をきちんとつけるようなものに、すべきだと思いますよ。領収書が全くいらない経費っていうのは、ちょっとそこはやっぱりこれから政治改革本部を迎えとすると。有意義、そういったことも含めて維新はやるべきだと思います、それが今日立ち上がったということなので、一見するとなんかこういやお金がなくなってなかなか活動ができなくなってこんなんだったら自民党に勝てないよって思う人も多いと思うけども、僕は自民党の後追いする方が自民党には勝てないと思います。